立憲民主党杉尾秀也接待を行ったと認める。本日立憲民主党の杉尾さんが野党合同ヒアリングにおいて次のような発言をいたしました。テレビ局の幹部は総務省幹部と会食をずっとしている。私も実際に会食に立ち会ったこともある。国家公務員倫理法ができてからどのように厳しくなったかはわからない。基本的に 総務省との関係がより深いのはテレビ局だ。そこのところを海を出してもらわないととなっておりまして。まあ、こういった総務省の接待の問題、マスコミにとってブーメランになるとは思っておりましたが、まさか元 TBS の杉尾さんがぶちまけるとは驚きました。こういったマスコミ、まあ、特にテレビ局においては波取記者と呼ばれる 放送免許を確保する目的で総務省を接待する、まあ、役職のような方が長年にわたって存在しており、まあ、こういった役職の方が現在も存在しているのかわかりませんが、まあ、こういった総務省とマスコミとの癒着、まあ、以前、検察とマスコミの癒着が問題になりましたけども、 同じような問題が発生している可能性がございますので、日本政府には接待だけではなく、全力で調査を行っていただき、このようなマスコミと総務省の癒着について、特定の企業に限った調査ではなく、全ての問題を明らかにし、 徹底的に対策を講じていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました